皆さんおはようございます。2020年4月の28日です。衆議院議員の原口和弘です。これ花水木ですね。ちょっと通り道なんで少し小さな声で話します。ごきげんよう。本当綺麗ですね。昨日はいいことがまたありました。一つはですね、法案です。今地元の佐賀からもですね、現状を教えてくださいっていうハガキをお願いしてですね、いっぱい、来てます。まあ佐賀だけじゃなくて多くの方々が教えてくださるんですね。でその中でもう8割9割減ったと。いやもう全くないと。で家賃が払えないと。でこれ国民民主党の玉木さんと中心になってですね、今まで、後藤さんがですね、政調泉さんの下でやってきました。で昨日大体まとまったんですけども、これ共産党さんからもちろん立憲民主党さん、社民党さん、同じ会派を組んでる人たちですね、それと昨日、維新の遠藤国対委員長にお願いしてですね、足立さんと後藤さんがずっとやり取りしてましたけど、昨日まとまりました。それで今日のこれから8時半から、主要野党が全部揃って、提出するという形になりました。これとってもありがたいことだと思います。主要野党がですね、これだけ揃って法案を出せばですね、自公の皆さんも、もう無視するわけにはいかないんじゃないかと、協力のテーブルに乗ってくださるんじゃないかと期待をしています。今日は、これから予算委員会、8時5分から、最後の打ち合わせですね。で、いやもっと早いかな、ちょっと確認しないといけませんね。あそうだ、もっと早い、もう毎日自粛っていうことですけど、国会はもうフルに稼働してるんで、時間の管理がすごく大事ですね。ちょっとこういう形で、マスクの件ですね、びっくりしましたね。あれ、再生エネルギーの会社みたいですね、登記がし直されていたということで、今日もそう、タック成分というか、ものすごく一部の人間だけがですね得をする、やっぱり自己責任社会と言い出す人たちは、その一方で自分たちは税金も払わずに巨額のそのお金をですねタック成分に載せてるんですよね。でそれパナマ文書の件もまだ詰め切ってませんよね。これしっかりやらんといかんと思います。今日の予算委員会は、私たちの会派のトップバッターが枝野さんです。で明日のトップバッターは玉木さんです。でそれぞれですね、論客を揃えて、私は国対委員長ですから、安住さんと一緒に、国対委員長ってどう言えばいいんでしょうね。私も国対についてはですね、長い間古い自民党政治の残りで、自民党社会党のですね、お金をやったり取ったりして、ろくでもないもんなんだろうなっていうメディアのあれを信じてた時期がかなりありました。国対委員長とかになるとですね、急に偉そうになって、そしてそのお金回りが良くなってというのを聞いていたわけですね。でも実際私24年間、国会に送っていただいて、初めて国対委員長というのを拝命したわけですけども、そういうの全くないですね。むしろ人と人とのつながりっていうか、要するに信頼関係で成り立っていて、ものすごいその舞台で言うと演出家、脚本家、裏方ですよね、道具作りを作るところで、これの努力を軽く見ていたっていうのは、もう予算委員会とかのねエースだなんだとか言われて
いる人たちいますよね。私もずっと予算委員会、独り占めしたりしてました。あそここそが全てなんだというふうにおごってましたけども、おごってた時期がありましたけど、やっぱりちょっとそれ違いますね。実際の法律は人が作ってるわけで、その法律はその人間力っていうことに大きく依存してますね。勉強になりました。森山さん、辻元さんの時にですね、国対委員長、国民民主党の国対委員長に、指名されたわけですけど、まあ、それは何でかっていうと、まあ、小さい党になっちゃって民主党がバラバラになってですね、で記者会見ができるのが代表とそれから幹事長じゃないんですよ。国対委員長なんで情報発信力を高めるということで、玉木さんが、まあ、国対委員長というと私代表代行だったんで、代表代行っていうとナンバー2、あ、つうか幹事長がいますけども、格落ちなんですね。でなんてことすんだと最初思ってましたけど、非常に勉強させてもらいました。そして多くの仲間の努力をですね最大限引き出すと、そしてその力を引き出すと、その力を引き出す結果を国民の皆さんにお返しすると。だから今メディアでも私たちの提案路線、もうこういう時ですからね、与党を攻めてばっかり、もちろん厳しくやりますよ、厳しくやるんだけども、その中でも引っ張っていってくれと、それができるポストなんですね。で昨日の国会は、本会議質問でした。馬淵さんがすごくいい質問しましたね。で馬淵さんのその状況は、まあ、前にもちょっと触れましたけども、交通事故でまさに視線をさまよったわけです。私は MRSA でしたけども、視線を同じくさまよった。もう国会に戻るなんて夢また夢だったんです。でその中で自分の命を救ってくれた医療関係者の方々、そして周りの方々、どれだけの感謝かわからない。でそれをですね心に持って昨日彼は質問しました。もう魂の本会議質問、12年ぶりだったって言います。ぜひ皆さんお聞きになってください。私機会を見つけてパブリックビューイング、彼の質問とですね総理ので、やっぱり総理も周りに人をお持ちでないのでちょっと辛いですね。今日は予算委員会、で今までのこの4ヶ月間の総括、そしてこの新型に対するですね、それとともにこうやろうよということをみんなが提案をしていきます。ぜひご覧になってください。それじゃあこれで国会に行きます。今日もたくさんの祝福がありますよ。このそうですね、佐川昨日ですね、あれが出なかったんですよね、感染者の報告が。だけど安心できません。ブロックチェーンとですね ICT で立ち向かう方策を、しっかりと伝えてます。それから企業がものすごい勢いで落ちてますね。それどこでもそうです。だから生活を保障する、真水で、アメリカが230兆、日本は今審議してるやつは25兆、全然違いますよね。今世界の中でですね日本だけがダラ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 やってるんですよ。それダラダラはダメです。だから一気に、国民の生活を保障して、そうしないともう韓国や中国はV 字回復しているところもありますね。それはもう次の発射台です。いやもう今日の生きる、大阪で施設に入っておられるお母さんと息子さんが無理心中されましたね。そんなことがないように、自己責任社会じゃなくてみんなで支え合う社会を作っていきましょう。じゃあ失礼します。ごきげんよう。今日もたくさんの祝福がありますように。失礼します。